素敵な夏の思い出に。お化け屋敷、7月15日から9月3日までイオンモール沖縄ライカムで開催。恐怖と洗濯型お化け屋敷エアミ、みんな来てね。え、何ですか。なひやさま、聞いたことあるか。なひやさま、人の名前ですか。それお前に聞いてんだよ。お前八重山のわらび菜でなひやまってのがありますけど。わらび菜って昔の人ってこと。まあ五感でパッと思いついただけなんで特に深い意味ありませんが。じゃあさ、そのなひやまに継承がついたなひやま様がなひや様になったっていうのは考えられるか。ありえない話ではないです。まあ言葉ってのはこう言いやすい方に変化していくもんですから。じゃあさ、町の手はざの歴史なんかわかるか。町のって言ったら民族学界隈ではちょっと有名ですよ。お父さん。はい、気をつけて遊んでよ。はい。もうちょっと電話するからあっちの方行っといて。あ、すいません。今では小綺麗な住宅街ですが、戦前は独自な風習があったところなんで。風習？まあ悲しい歴史のせいですかね。戦前に疫病で村人の多くが亡くなって、感染防止のため死体をみんな焼いたり。それ以前も。着きました。あ、ごめん川上、また後で電話していいかな。ああ、自分も今外なんで帰ったら調べてみますよ。はい、じゃあまたよろしく。失礼します。ゆずき、帰るよ。はーい。よいしょ。もしナヒヤ様って幽霊が本当にいたとして、なんで僕らが狙われるんですかね。それはあの家に入ったからとか。僕らが怖い話とか幽霊話とかで楽しんでるからじゃないですか。僕が幽霊だとしてもめっちゃ嫌ですよ。自分の不幸を楽しんでると思ったら。心霊収集家の俺から言わせるとな、怪談や心霊話っていうのはその悲しい事件や事故を人々の記憶に残すためであると思ってる。だからな。でも楽しんでますよね。は？人の不幸とか死でお金もらってますよね。お前も心霊番組一緒に作ってるだから。おかしくないですか。人が死んだり殺されたりするのを楽しむなんて。じゃあ何、映画とかドラマとか映像とかそれ全部お前否定すんのかよ。みんなそれ望んでんだよ。ちゃんと からみんな呪われるんですよ。もう関わりたくありません。分かったよ。名越だけ302号室です。ドアぐらい閉めてくださいよ。
しんさん。心霊研究家の朝倉さん、今やってる番組の、監修をお願いする。あ、どうも。あ、てか、なんでうちに。しんさん、大丈夫ですか。あ、わかった。番組の納品のことで来たんでしょう。もう大丈夫ですよ、ちゃんと間に合わせますから心配しないでください。コーヒー飲みます。ジュンさん、これ。どうしたの？うん？いや、朝倉さんに調べ物頼まれたんだけどさ、出なくて。朝倉さんってオカルトの人？そう。あそこの歴史を調べてくれって。そしたらさ、戦前までナヒヤ様って神を祀ってたんだよ。で、その村の祭りではナヒヤ様に生贄を捧げてたとか。え、マジ？マジ？なわけないさ。まあ大体こんな話はおひでにおひでがついて、朝倉さんみたいなオカルト好きが無限に膨らませてるだけなんだよ。でも火のないところになんとかって言うでしょ。まあね。あ、パン。ああいう神様ってのはさ、共同体の結束を強くするために存在するわけ。祭りを部外者に見せないことが逆に被災としてみんなの興味を引いたんだろうな。なんで見せないの？うん、部外者が怖いからだよ。だいたい悲惨なことって部外者からだろ。あ、侵略とかさ。あそこは戦前に疫病で大勢亡くなったんだけど、その感染源が部外者からだって言い伝えも残るくらいだからさ。へー。あ、その部外者ってのが八重山から嫁いできた妊婦さん。どうした？ねえ、静かじゃない？だからな。ゆずき寝た？まだお風呂も入ってないのに。ああ、起こしてくるよ。そういえばさ、ああ、ゆずきが公園から帰ってくるとき変な女の人見たって。どんな？真っ黒い女の人。何それ、ちょっと怖いけど。
ゆずき。起きてる？おーい。素敵な夏の思い出にお化け屋敷。7月15日から9月3日までイオンモール沖縄ライカムで開催。恐怖と選択型お化け屋敷エアミ。